こんにちは、オンリーです。今回から、新シリーズというか、サバイバルを、のんびりやっていこうかなと思います。とりあえず、ワールドを作ります。どこだ？新しく作成。あれ？新しく作成。できた、できた。サバイバル。名前をね、ちょっと勝手で決めました。オンクラにします。オンクラ。ロゴも作ろう。後で。オンクラ。クラにします。はい、でサバイバルハード、地図持たなくていい、ボーナスチェストいらない、その他は座標表示は一応します。これだけでいいかな。じゃあな、昔のワールド、さあ、はい、行くぞ。作成。さあ、どこに出るかな、ここに出るかな。おう、どこ、あ、来た、お、すごい、平原と、おお、読み込まれた。平原と砂漠のど真ん中に出ました。じゃあここでサバイバル始めていきます。で、一個ちょっとルール追加したいんですけど、何？有効的モブ、動物ですね。は、殺さない。動物は殺さないで、敵モブだけ倒して OK っていう縛りを加えます。で、あと、ダイヤモンドツールとダイヤモンド装備は使用禁止でいきたいと思います。なぜかっていうか、理由は簡単なんですけど、すごいサクサク進んで、後に飽きちゃいそうなんで、ダイヤモンドを完全に使用禁止にするわけじゃなくて、ツールと防具は使用禁止。だから、ほぼ鉄になるかな。で、なんか、エンチャント台とかに使うダイヤモンドは、OK とします。はい。で、あとなんか、焼き鳥製造機とかそういうものも作りません。で、豚さんも殴りません。だから、エンチャント台作ろうと思ったら、釣りでめちゃめちゃ皮を手に入れないといけないっていう。で、寝るの禁止とかは基本ないけど、羊が殺しないから早く村をつけないといけない。じゃあ、始まります。1個目の木。よいしょ。どうしよう。これ砂漠に行くべきか、平原を走るべきか。平原じゃないわ。砂漠だと、木とかなんもないから。食料も。一応ハードだし。待って、初期スポーン地点どこだっけ？また後でいいや。ちょっと座標メモっとこうかなと思ったけど。ちょっととりあえず食料がまずい気がするので。どうしよう。村を見つけるか、聞こって、リンゴを集めるかなんかしないと、ちょっとまずいね。え、まずくない？しかも周りほとんど砂漠じゃない？これ。300度ぐらい砂漠なんだけど。どうしよう。まず今日どこまで進むかとか何も決めてないけど、今後、このワールドで何しようっていうのを、話しながらやっていこうかな。とりあえず、レルムに生成しているから、自動化でも全然いいけど、後々やることなくなっちゃいそうだから、適度にやってきます。で、あと、とりあえずダイヤが使えないから効率悪い部分があるかもしれないですけど、そこは、配信かなんかで、完全に裏作業配信をしていこうかなと思います。ちょっと待って、ご飯どうしよう。本当にご飯が一番困るな。どうしよう。ご飯どうしよう。キノコある。キノコシチューにしますか。ちょっとキノコを買っとこう。結構出るなと。
と白い毛が来ますよ。白じゃない、茶色か。寝れないからちょっとベッドないと。ちょっと砂漠の方行って村探しますか。いいよ、いいよ。いやー、ダイヤモンド装備じゃないわ。ダイヤモンド装備ないとないと、どんな感じだろう。鉄の切れ端に効率がつけたくないんだけど。でも、道しろはそういうことをしないといけない日が来そう。そしてダイヤモンドがめちゃめちゃ余りそう。ダイヤモンドの使い道も。ボール1個作って。じゃあ、砂漠に戻って、村探しますか。ベッド。村はベッドみたいなもんだから。描写、シミュレーションチャンプ、固定か、今日は、両掛けると。なんか若干、見にくいかもしれないけど。行こう。村探したい、村。村ないっすか。え、ピラミッドあった。ピラミッド、なんかある、ピラミッド。ちょっとね、ご飯が足りない。キノコシチュー。おいしい。お、エンダーマンだ。じゃあ、いや、ツールいる？いらないか。で、この辺昔ね、ここが羊毛だったんだけどさ、この、ここが、ここからベッド作れたのに、いつの間にかテラコッタになっちゃった。一応ツール橋だけ作って。よっしゃ、行きますか。え、絶対暗いけど、まあいいや。なんか欲しいから行こう。何かあるといいな。よいしょよいしょ。あ、見てきた。なんかないことがね、たびたびあるんですよ。ピラミッド。洞窟を砂漠帯っていう。よいしょ。最後に石も取ってきたい。石。石。石。で、まず観察板壊す。OK。はい。いや、まあ、こんなもんよね。こんなもんですよ。普通は。次。あー、なるほど。しょぼいな。はい、次。お、エメラルド。そして、エンチャント本が2冊。まだ、はい。防火1。はい。え、しょぼくね、なんか。こっちは？え、もうしょぼ。マジか、外れじゃん。あ、でも、暗あるのはいいかもしれない。夜になりそう。あ、夜だ、やばい。死にたくないよ。サトウキビとかもちょっともらっとこう。え、待って、どうしよう。あ、村あった。村あったけど、あ、寝ていいんだった、このモード。寝ます。速攻寝る。村人がやられないうちにささっと寝ます。え、なんか向こう側にすごいもの見える。あ、山か。すごいな。待って。ペット貸してください。はい。おはようございます。よっしゃ、一睡できた。とりあえず。で、村人ちょっと確保したいな。おし、やばい。嘘でしょ。やめなさい、あなたたち。ハスコーイ。ちょっと待って。エゴールもなんでサボってんの、ちょっと。やばい。キリがない、素手で殴ってても。待って、すごい量いない、向こう。痛いって。待って、逃げろって、早く。お、ナイスだけど、すごい量いるんだけど。頑張れ。見てるだけだけど、すげえ、めっちゃ働いてる。お、鎮圧した。ナイス。この辺ね、チェストあるんだよね。あった。アパンあります。なんだろう、村人2人ぐらいいれば大丈夫だけど、2人いるかな？閉じ込めとこ。入った？あなた入った。はい。よいしょ。まずこっちから出れるのか。閉じ込めます。え、ダメ、そっちじゃダメだって。え、下降りれるの？何この家の作り。うわ、静塚さん。いや、ちょっと待って、出ないで。出ないで。あれ？どこ行くんだよ、これ。あ、戻ってくれた。じゃあ、閉じ込めます。とりあえず一人、あと一人。早く入って。あ、いた。よいしょ。こっちかな。とりあえずここに、チェストと置いて。あ、置いて。
すぎた。これか。この辺に石が見えてた気がする。ここか。これ下使って。あれなんだ。一瞬ジャングルの木に見えたけど多分違うよね。ここ渓谷かな。おー、次回ここ行くな、多分。次回ここ行きます。多分。かまど作って、つらし作って、とりあえずこれで、とりあえずこんな感じで、はい。リスポーン位置設定、今日は終わります。はい。次回からは、何するかわかんないけど、このシリーズは多分だいぶ続くと思います。よろしくお願いします。では、次回の動画もお楽しみに。バイバイ。